皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、キーコちゃんです。ウィー、はい、ということで、今回はね、ティアラが純真化したということで誠におめでとうございます。ティアラはね、もともと俺確か不動明王で使った動画を昔々の物語で出した気がするんだよね。なので今回も不動明王で使ってみたいと思います。じゃあ早速行こう。なんかね、噂によるとそのなんていうの、号令っていうのが、友情コンボに関係するみたいで、友情コンボが発動する限りは、号令として動くみたいなんですよ。で、スイートドリームショコラってことは友情コンボ ×2 になってるので、2回判定があるという噂、まあ知識不足でね、噂っていうレベルでちょっとごまかしてるわけですけれども、なので、まあ、早速使っていきたいと思いますが、まあ、12ターンゴールですね。8とかにしてくれたらよかったらね、8プラス12はよかったな。まあいいや、倍率にもよりけりだからな。なんだ、スワビで重力バリアじゃないんだよね、確かショコラって。なのであんま使っても意味です、ぶっちゃけ。意味ねっていうのはそういうことだから、味方ってことで。バリバリ強いやん、何これ、強っ。この味方ってこと？これでいいってこと？結構良くない？これ。え？結構良くね？これ。たったの20秒だよ。たったの20秒だぞ。味方ちゃん。ごめんなさいよ、ごめんなさいよって感じで。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。雑魚処理もちゃんと終わったから。次ちゃんとフォースの覚醒して、カンカンしていけば、完璧のペキコだ、これ。うわうわうわ、これはえぐい。あ、これえぐいえぐいえぐい。ランディ・ジョンソンって感じがする。これやべえな。あ、強えじゃん。シンプルに強えやん。何これ、強いじゃん。普通に友情コンボ強えじゃん、これ。落雷前衛の。なんだなんだ。もし呼べたかもさ。あ、やべえ。あ、いいね、あ、いいね。バランスはいいよ、全然。うん。俺はこういう人間だ。全然いいね、全然いいね。めちゃめちゃええやん、これ。ゾンビの削り方めちゃめちゃええやん。これでどうや、めちゃめちゃええやん。めっちゃ強いやんこれ。え、強っ。使い方がうまいだけかこれ。これは強え、普通に。マジか、結構マジマジやなこれ。強い強い強い、全然不安要素ゼロ今のところ。ゼロ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 スだわこれ、完全に。サード2分でここまで来ちゃった。え、つえー、いいねいいね、今のところいいね。あ、いいねいいね、それもいいね。あれあれ、まあそれは酸っぱいな、これどうしようもないから、こうする。よし、釣れなかった。オケ丸。横から上がっていけば、まあ、倒せるでしょう。送信しましょう。神よ、頼む！縦勘になっちゃうの？それ酸っぱいな。酸っぱいわ、酸っぱいわ、石丸。右下からいけるね、これね。入れ番すんなよ。オケ、うまい。サードが入りづらいのなのってこれね、次。まあでも、なんとなくいける気がする。ぼやっといける気がする。でも SS 使う場面が一つもね、重力バリア全員引っかかっちゃうんだもん。俺はこういう人間だったからね。あれ、サードちょっとやりづれ、めちゃくちゃやりづれ、ここ。え、そんな入り方ある？すげえサイケリックなの。倒した。倒せないの？新しいよそれは。それは新しすぎる。やべえ、固まりすぎてる。やばい、まだやりたくない。まだだよ、俺まだ死にたくないよ。お母さん、俺まだ死にたくないって。お母さん、お母さん。
ティアラですわ。ティアラの中心でおめでとうございます。そこらだねこれ。まったく名前が似てるんですよ。なんで突っ込まないんですか。いや、ちゃんと撮り終わってから、うん、最後に言って冒頭だけ撮り直してもらったと思ってた。なんて話ですか。ここも採用ですよ。さあ次行きましょう。強え強え、結構強いな。強い。うん。もう拡大衝撃波っていうのかな、うん、これが強えな。うん、これどっかで見たことあるんだと思ったらおじさんだわ。おじさん。そう、エドワード・ティーチも同じだな、これ。はいはいはい、あのソニックブームね。そう、うん、あれが強い。これ苦味やってる感じしかもね。そうそう、結構でかいよこれね。そう。普通に強えわこれ。すげえわこれ。なんかシューティングゲームやってるみたい。へえ。上に向かってなんかツインビーみたいな。あ、縦だもんね。そう。ちょっと動きづらいなこれ。うまい。いや、いいね。ケマル強い強い、やっぱこれ結構強いわ普通に。殲滅力がマジマジ。弱点神、普通に左の横間から上がっていけばいいや。おい、ここなんで最近はまれねえんだ。角度おかしいのかな。めんどくさくなりますよ。全然倒せねえな。なんだなんだ、何起きてんだこれ。私の身に何が起きてるんだ。センキューセンキュー。強い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 、それは強い普通に。シュード4人目もいいとこにいるな。これはさっきと違うぞ。センキューだ。さあ行きます。さっきと同じところ戻ってきましたよ。ふざけやがって。まあでもね、2回やってね、やっぱりその処理がしやすいってことを考えるとこういった強えわ。普通に強え。これ何もできねえこれ。あ、またこっちだから入るか。入れねえなこれ。セカンドも動けねえなこれ。回復されちゃうじゃねえかこれ。弱点左だったらな。あ、いいね。え、でもね、この位置はつけてないな。全回復だろ。ちょっとまずいな、さっきと同じだよこれ。パターンかよ。左、おい頼む。よっしゃ、危ねえな。難しいわ、ほんとに。さあ、次行きましょう。フォース。さあ、こっからも重力バリアがあるので正直何にも役に立ちません。難しいな、これ。ショコラが生きるとこってどこだろうな。もっと簡単なステージじゃないといけないって考えるとちょっとむずいぞ、それは。まあここで使うか、一発。じゃあ行きます。ストライクショット、左下入んない。つえ、殲滅力マジマジじゃん。つえつえつえ、ここでもう一発使おう。もうここら辺でしか使えないから。もういくよ。2回動くかな。やってみよう。もう分からん分からん分からん、もう分からん。強っ。2回動いてんのかこれは。全然分かんないんだけど俺には。これ動いてんのかなこれ。え、ダン。ここも動きづれなこれ。いいねいいね、う、削ってる削ってる、いい感じで削ってるよ。普通に入らなくても飛ばさなくてもいけんだよ。
人当てよう。ポンあぶねえな。あぶねえ、あぶねえ、これあぶねえよ。うちのタイちゃんは泣いた。夢見てんのかな。これで、まあ、倒せっからとりあえずはね。さあでもこの後がちょっときついんだよね。4人目入っとるやん。もうずっぽりと重力バリアバリバリなんですよ。最終ステージもね、ちょっとね使うステージを間違えてる説はあるけども、まあ許してくださいよ。うん、ストライクショット。え、すげえなその動きが。その動きでおいやったな今。うわ、動きづれえなさっきからよ。これで一度しとくか。これ強っ。入らずに雑魚処理。 OKOK、 戦金。それは戦金で回復だろ。この次で回復か。右上回復入るだろ。いいじゃん、ありがとうよ。これ倒せない。 OKOK、 戦金戦金。はい、ありがとう。ザコに行ったのか。そうかそうかそうか、そういうことか。じゃあ行きますよ。ストライクショット。いやーちょっといいとこ見せらんねえな、これ難しいな。ちょっと待って、ちょっと待って、やりづらくなっちゃった。まあ大丈夫か。まあ大丈夫だろうな。下に入って倒そう。下に入って倒そう。下に入ってストショット。まあ大丈夫、これは大丈夫。この HP さすがに大丈夫。オッケー、今どっちだったの。まあ、実際これ2回動いてんのこれ。ちょっと途中のところをね、こうスローモーションで出しますんで、最後にね、皆さんこれ2回動いてるの教えてください。はい、というわけで、まあ、こんな感じで倒せましたが、まあまあまあ、でもまだね、もっといいキャラクターいる感はありますけども。1ドロかい。はい、そんなわけで以上キコちゃんでした。バイバイ。